水田市立豊津中学校は大阪府水田市樽見町3丁目にある公立中学校。従来の水田市立第一中学校の校区から水田市立豊津小学校の校区を分離する形で1955年に開校した。開校当初は水田市立第一中学校に仮校舎を設置したが1955年9月に 現在地に校舎が完成して移転している。1956年には、水田市立水田第二小学校の校区を、また1958年には、水田市立山手小学校の校区を東高校区に編入している。1969年には、水田市立第六中学校を分離し、水田第二小学校校区を第六中学校に変更した。これに伴い校区は、 豊津第一、豊津第二、山手の三小学校校区となった。また1975年には、吹田市立豊津西中学校を分離している。これに伴い豊津第一、豊津第二小学校校区を、豊津西中学校校区に変更し、山手小学校校区一校の校区となった。1978年には、学校外転し、従来の吹田市立、 第二中学校の校区の一部を編入した上で、吹田市立編山中学校へと名称を変更して、新設開校した。これに伴い一度廃校となっている。4年後の1982年、従来の片山中学校と豊津西中学校の校区を再編する形で、元の場所で再開校した。学校園各しの上では、最初に第一中学校から分離して、 豊津中学校が開校した1955年を創立としている。ありがとうございます。